Salut! よりも町が賑やかになった？気のせいか？そうだ、ちょっと面白いものが手に入ったからお前にも分けてやるぞ。珍しいものを見つけたら持ってきてくれよ。俺もいいもの用意しておくからさ。なあ、さっきアンが言ってたレジスタンスですよ。おお、なんだそいつは。抵抗者ってことですな。この場合は王様に代わってフォレストランドレジスタンスだ。ブレッド大将軍たちに対し抵抗運動をしている一団の集まりってことか。まあそういうことですな。何かしていく？行ってらっしゃい。何かしていく？Mm-hmm.
しゃい。やったな。いらっしゃいませ。ありがとうございました。ほっ。考えたんだが、話をするだけじゃなく、見ておいてほしいものがある。ついてきてくれるか。いいけど、どこだよ。かつてアクアニウムが大爆発を起こした場所だ。あ、わかった。
協力者を見つけるためにサンドランドへ来たのに、私たちに助けを求めようとは考えなかったのか。ラプトルのボスじゃ。素手で戦うのはおすすめしかねますな。サンドランドとフォレストランドは不可侵の停戦協定を結んでいる。よく国境を越えられたものだ。払った代償は小さくなかったの。岩場など狭い場所での戦闘は死角に注意した方がいい。不意をつかれると戦況が不利になってしまうぞ。確かにそれで負けるのは気に食わないもんな。気をつけよう。出会った時、おっさんならどうする？そうだな、まずは相手をよく観察するだろう。動きや弱点を見極めれば効果的に攻めることができる。観察ね。今度試してみるか。かもしれん。メカを見直すのも大事ね。お宝も見つけられると一石二鳥じゃな。よっ。ほった。強い敵に出会った時、おっさんならどうする？そうだな、まずは相手をよく観察するだろう。動きや弱点を見極めれば効果的に攻めることができる。観察ね。今度試してみるか。
国王軍の基地に不用意に近づかない方がいいぞ。でもお宝とか隠してそうじゃんか。貴重な品は保管されているだろうが、侵入者には容赦がない。もしや。ありがとうございました。ほっと。この村もアクアニウムの爆発に巻き込まれたのか。そうだ、ここも近かったせいで壊滅してしまった。に巻き込まれたのか。そうだ、ここも近かったせいで壊滅してしまった。ひどいもんじゃな。私の責任だ。おっさんは知らなかったんだろ。気にすんなとは言わないけど、自分を責めすぎるのも良くないと思うぞ。そうですか。今後どうしていくかが大事じゃ。今後か。そうだな、よく考えよう。
こんなもんかな。おっさん、頭が痛いのか。ここで暮らしていた頃のことを思い出して少しな。無理しないで休んでろよ。すまん。水を運んでくれるけど、反対側に渡ろうとすると大変だよな。なんだよこれ。聞きしに勝りますな。アニウムの爪痕。そうだ、巨大な爆発によって辺り一帯が跡形もなく吹き飛んだ。そしてその引き金を引いたのが、当時国王軍の戦車隊を指揮していた私だ。なんで俺たちにこれを見せようと思ったんだ。アクアニウムがいかに危険なものかを知ってもらいたかったというのが表向きの理由だが、本当は怖かったのかもしれんな。お前さんほどの人間が何を恐れるね。取り返しのつかない己の罪と一人で向き合うことさ。だがおかげで再確認することができた。やはりアクアニウムは人の手に負えるものではない。けどブレッドってやつは集めて使うつもりなんだよな。一つでこれなのに数を集められたら誰も手出しできなくなるでしょうな。そんなことになったらお父様は。お父様？それはその、おしゃべりはそこまでだ。誰だお前。よくぞ聞いてくれた。俺の名はクロア将軍。とっと、知ってるやつがいたのかよ。あれもフォレストランドの将軍なのか。
正体がバレてんなら早速問題だ。あんたたちが持ってるアクアニウムを渡してもらおうか。間近で魔物を見るのは初めてだ。任務じゃなきゃ怠慢でやり合いたいところなんだな。いつでも相手してやるからかかってこいよ。動くな。警告は一度だけだ。おっさん、シーフ、あん、舌を噛むなよ。はっ、この、動くなってのに。ってな、この野郎。ふぅ、やっとしたぜ。だが、これで終わりだ。それはどうかな。何？まずい。みんな無事か？無茶しすぎですぞ、王子。本当って、あれ、ベルゼは？口の中が砂まみれだ。それにしてもここは古い遺跡のようじゃな。地下にこんなものがあったとは。ゆっくりしている暇はないぞ。クロアという将軍と兵士たちも一緒に落ちたはずだ。見つからないように出口を探そう。地下にこんな空間があったのか。人間が昔作った遺跡みたいだな。ここからは地上に戻れそうにないね。先へ進んでみようか。ほっと。道を探すか。
れてるな。スピードに乗ってあの斜面に行けば飛び越せるんじゃない？バイクを使って試してみるか。天井が高いな。地上はまだまだ先みたいだな。よし、一丁上がり。なもんかな。まあ、ちっとは楽しかったぞ。
さあ、どうなってんだよ。落とし穴とは随分古典的な罠だな。下に剣やら槍やらが突き立ってないだけ情けがあるの。そうでもないみたいだよ。おいおい、これって結構ヤバくない？フォレストランド軍と戦っていた方がマシだったかもな。どうするんです王子？やるしかねえだろ。え？だからやるしかねえだろって。静かに。そう、あなたたちも怖いのね。驚かせてごめんなさい。あなたたちを傷つけるつもりはないの。何やってんだお前、そんなことしたって。なんと、小娘のおかげで命拾いしたようですな。たまたまだろ。そうか、きっと俺の恐ろしさにビビったんだ。どっちでもいいよ。それより出口を探そう。でも人が通れる隙間ではないな。そういえばドンプテラノの時も似たようなことしてなかったっけ？うん、たまに虫や動物の声が聞こえてくることがあるんだ。その時だけは言葉を返すと不思議と通じ合える気がするの。虫や動物と心を通わせるとは、リリー様のような力じゃな。隠し扉を開くような仕掛けもなし。ねえ、ベルゼのお姉さんもリリスって言うんだね。もう、私のお母様と同じ名前だ。なんじゃと。出口がない。小娘、お前さんの父は名を何という？どうしてそんなこと聞くの？いいから答えんか。ジャム。待ってくれ、ジャムとはフォレストランド王の名ではないか？そうだよ、私はブレッドに幽閉されたお父様を助けるために戦ってるの。やはり。お前さん、リリス様の娘だったのか。リリス様のって、え、お母さん。それよりジャム国王の娘とは、アンは王女だったのか。バカ、騒ぐからまた。あ、ごめんなさい、また驚かせちゃったね。やはりリリス様と同じ力。
もう、どうして落ち着いてられるのよ。人間と悪魔が結婚なんて。軽い。うん、そんなのどうでもいい。それよりお母様よ。お母様が悪魔ってことは、私はことになるな。やっぱり。そんな。なんだよ、お前も魔物なんて汚らわしいって口か。違う、そうじゃないけど、それじゃ困るんだよ。やっぱ嫌なんじゃねえか。話は後でいいだろう。ここを出る方法を考えなくては。なあ、お前あいつらと話ができるんだろ。だったら出口のこと知らないか聞いてみたらいいんじゃねえの。え？うん、やってみるけど期待しないでね。何度も驚かせちゃってごめん。すぐに出て行きたいんだけど、出口がわからないの。もし知ってたら教えてもらえないかな。には喜べないけど。ほった。床が脆くなっているな。落ちる前にさっさと進んじまうか。よっ。ほっ。よっ。ほっ。うっしゃ。ここも脆そうだよ。バイクで一気に渡っちまおう。ほっか。ほっ。よっ。ほっ。よっしゃ。ほっ。よっ。ほっか。悪魔の子だって気にしてんのか。だって仲間になんて説明したらいいのか。仲間ってレジスタンスです。よっ。
そいつらが悪魔を嫌ってるから言い出しにくいってことかよ。それもだけど、レジスタンスの存在理由そのものに関わる話なの。ブレッドはクーデターの理由を、悪魔の王妃に操られた国王から国を守るためだって言い回ってる。でも私たちはそれを否定してこれまで戦ってきたの。なのに本当にお母様が悪魔だったと分かったら、レジスタンスの正当性が根底から揺らぐことになるか。愚かな。リリス様が人間を操って国を滅ぼそうなどと考えるわけがない。私だってそう信じたい。でもお母様はもういないから。いないってどういうことだよ。姉ちゃん今どうしてるんだ。勇者に退治されたってフォレストラン